よう、甲賀さん。天気いいっすよね。天気俺個人的には割と評価高いんですけど、どうですか皆さんは。んで、ちょうど今0勝0敗で、手前がアクトさんですね。なんで右側にアクトさんの名前を書いておきます。さあ、アクトさん、サイバードラゴンですね。もうアクトさんといえばもうこれ代名詞、サイバードラゴンで、奥はワールドトリガーさんはおそらく霊獣なのかな。ほっ、トリガーさんやったね、名前。でも多分これでいいや。さあ、1枚2枚3伏せ、3伏せ強いな、3伏せ強い。ちなみにプロットで何取ってきたっけ。サイバネティックフュージョンか。へえ、アドバンス召喚でサイバードラゴンで続きに行くと。なるほど。で、サイバーロードフュージョンを飛ばされていく。さらにモンスターセット。さらにサイバードラゴンを、サイバードラゴンコアをトップで積もっていく。サイバードラゴンコア効果によって足りなくなっていたパーツ、サイバーロードフュージョンを手札に加える。そして、まずは、サイバネティックオーバーフロー発動。はい、後ろ剥がしていきましょう。レージュの昇番、そして釣り天井。そして、サイバードラゴンコア2体を戻して融合召喚。キメラティックランページドラゴン。さあ、これは決まってしまうんでしょうか。さあ、キメラティックランページドラゴンの効果により、2枚モンスターを落としていきます。そして、落とした数、攻撃ができる。だが、しかし、そこはウィンダ。さっきはカンナホークでしたが、トップでウィンダを見事引き当てまして、ウィンダからウィンダを出していく。そして、ウィンダに攻撃。そしてウィンダから出てくるのは、これなんだろうね、アペライオかな。このコア私シスケされとるな、間違いね。さあ、コアペ出てきます。さあ、このまま殴ってしまうと反射食らっちゃうので、エンドフェーズですね。で、さらにアペライオ効果で外にモンスターを出しておくと、さらにトップ長老強い。これは強い。これやばいね、めっちゃ強いね。まあ、とりあえず何察するんだろう。多分長老出すんだったら生還かな。奇襲、奇襲ですか。で、イルカちゃんを外に出して、で、ペトルヒント、さらにサイバネティックフュージョンサポート発動。で、レラでウィンダを釣り上げる。いや、この流れ美しい。で、これは今アクトさんがなんで早めにサイバネティックフュージョンサポート使ったかですね。あの、ライフ差がさっき3000やったんですよ。で、こっち4000だったんですよ。だから、ボショられたらめんどくさいなっていうことで、多分サイバネティックフュージョンサポートを早めに使ったんだと思います。そして手札がサイバネティックフュージョンサポート。そして来ました、フュージョンゲート発動。これ震えるね、このフュージョンゲート。さあ、3体のプロトサイバードラゴンを沸かして融合召喚。いでよ、キメラティックランページドラゴン。これ震える、このトップにかけた、さっきのライフ減らし震える。キメラティックランページドラゴンの効果発動、見ものですよ。こっからフュージョンゲート効果発動、1、2、3、4、5、6、何体だ、1、2、3、4、5、6、7。いでよ、キメラティックオーバードラゴン。いや、今のはマジでプレイング。さあ、キメラティックオーバードラゴンの効果により、フィールドのカード、自分フィールドのカード全て墓地に送らなければいけない。さあ、キメラティックオーバードラゴンで攻撃、攻撃力5600、7回攻撃。これはマジでヘルカイザーしてる。バリかっこいい、本当にかっこいい。これはさあ、まずウィンダーを攻撃、
これはかっこいい。本当にかっこいいな。かっこいい以外の言葉がない。さあ、ウィンダが破壊されたことによって、モンスターを一体を特殊召喚することができる。そして出てくるのは、融合カンナホーク。そして、ウィンダを、さらに撃破。そして出していくのは、はい、ラームペンタ。そして、3連打。4連打。いや、これも、まくるのきついでしょ。さあ、4連打。そして、で、奇襲も飛ばされたんが痛いね。そして、5連打!6 連打バリかっこいい。これ以上かっこいい試合があるのか。これは何でもダメっすね。さあ、モンスターセットで、まあ、あの、釣り天井とか、一応あの辺とかがあるっちゃあるから、まあ一応望みゼロってわけじゃないんだけど、まあよっぽどちょっと厳しいかなっていう感じはあるっすよね。さらちっすね。さあ、長老破壊。まあキメラティックオーバードラゴン立っちゃったらもう勝ちみたいなところは若干あるよね。あ、でも、あー、このね、長老が残ってたらまだワンチャン、いや、きつかったか。さらに嵐発動。嵐で嵐を割って、はい、さらちで、一応モンスターセットセットで上から追加はできてるんですが、まあもうちょっとモンスターがなさそうやね。はい、これでトリガーさんがターンエンド。さらに攻撃だが、しかしトリガーさんも粘っていくんですが、ただアドサは開いていくばかりですね。どん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 アクトさんの伏せが追加されていきます。一応墓地アドはないんですけど、まあ融合とか引いたらね、それで追い融合で勝てるかな。ただデッキ枚数もアクトさんが勝ってるから、ちょっとこれはもう厳しくなっちゃったかな。耐えますね。めちゃくちゃ耐える。めちゃくちゃ耐えていく。あ、深淵の宣告者。うわぁ、これさ、これさ、深淵の宣告者先に引いてたら分かんなかったね。これ深淵の宣告者先に引いて、トップウィンダーだったら行ってたかもしんないね。これめっちゃ惜しいやん、この試合。これめっちゃいい試合。俺が今まで見てきた中で一番いい試合かもしれん、この試合。すごっ。今のめっちゃ惜しかった。というわけで1戦目はですね、アクトさんの勝利となります。